おはようございます。釣り子 TV です。個人的にね、これ、ずーっとちょっと気になることがあって、ね、レインのね、根魚フラットとね、デプスのブルフラット2インチ。ね、これがめちゃくちゃ似てるんだけど、どこら辺が違うのかなっていうのがね、大変気になって、なかなかブルフラットの2インチ買えなかったんで、最初このね、根魚フラット買って、なんとか、やり過ごしていて、で、やっとね、売ってるとこ見つけたんで、デプスのブルフラットの2インチ、これを買ってきてみたんですけども、まあ、値段とかね、まあ、重さとかそんな変わんないと思うんですけども、まあ、中の数とかね、せっかく2袋あるんで、見ていきたいな、なんていうふうに思います。まずね、こっちは、ブルフラットの2インチでウォーターメロンレッドフレークってことで、これ釣れそうでしょう。このね、赤いラメが結構小さいながらすごいね目立つ感じで、何種類か色が選べたんですけども、結構ねこの手の色あると好きなんで、まあ好きな色で選んできました。こっちはねレインの根魚フラットということで、これまたね根魚フラットにもねいろんな色味、まあ海に寄せた色が多いようなイメージがあったんですが、これすごい暴走耳サギっていうことで、ね、なんだろう、ミミズカラーみたいなね、これはっていう色があったんで思わずね買ってしまいました。で、価格がですね、こっちの根魚フラットは、690円で、こっちのブルフラット2インチは864円ということで、売ってました。だからねこっちの方がね若干安いんですよね。で8本入りだよっていう風に書いてあるんで、もしかしたらこっちの方が数が多かった、多そうですね。まあちょっとじゃあ開けていってみますかね。こっちはね8本入りで、まあ、690円およそ700円だけど、こっちはねおよそ860円ちょいちょいしますよということなんで、まずねちょっと値段の違いってことで、まず数の違いね見ていこうかなと思います。いっぱい入ってますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本、こっちのがねそうか、2本多いです。こっちはね、8本入りなんで、値段の違いなんだろうと思ってねちょっと気になってたんですけど、単純に入ってる本数の違いですね。まずは2、4、6や、こっちはねちょっと安いけど8本入り、デプスの方はちょっとね高くなるけど10本入り、多分ね1個あたりの単価は実はそんなに変わらないんじゃないかなということで、そしたら、まずですねこっちが、ブルフラットの2インチ、わー釣れそうですねこれね。いやー小型ね、結構自分3インチが苦手だったんですよ。買ってねまあカサゴ釣ったりとかね、ブルフラットの3インチでいろいろ使ったり、あとはスモラバのトレーラーにしたりとかね試してたんですけども、3インチがねそこまで使いこなせてなくて、ただこのさらに下げて2インチ、ここまで小型になってくるとちょっといろいろと狙えるやれることもまた増えてくるんじゃないかなと思って、まあまずは冬場のライトリグですよね。ブラックバス暴走リザーバーで狙うとき、まあ冬はワカサギパターンが有名ですけど、あんまりね話題にはならないんですけども、ディープのちぎるパターンってのがあるんですよね。結構ね魚群探知機いいやつとかでねじーっとねいろんなとこサーチしてると、そこの方にねちょっと浮いた感じでチリ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 ってすごいなんかベイトの群れらしきものが映るんですよ。で聞くところによると、それはどうやらブルーギルのちぎるが、そこの方で越冬している、でそれを
専門に食うバスがいるなんていうね、話を聞いたり、あと自分で結構冬の釣りとかやっていて、スモラバーそこ付近で転がしたりするときに、これは絶対これワカサギこんなそこにいないし、こんなに連チャンで釣れるのは何食ってんだろうなね。あ、でもそういえばちぎるパターンがあるなんて聞いたことあるななんて思い出しながら釣りをしてたことがあるんですけども、まあそんな時ね、だから真冬のディープのダウンショットとかスモラバトレーラー、あとは、ジグヘッドのトレーラー、ここら辺でね使いたいなというところと、あとはこの小型シルエットなんで、スプリットショットリグ、もしくはキャロライナリグの具ね、これに使ってみたいなっていうのがあって、でまあ徐々にね夏の時期も今終盤戦になってきて、これから秋に、入りますよね。でそこら辺で結構その横に引っ張る釣りが効く状況になってくるはずなんで、そんな時に普段はゲイリー山本の例えばカットテールであるとか4インチグラブとかね、そういったワームで釣っていくんですけども、そこにローテーションでちょっと加えてみたいなっていうのが、 あとはね寒くなればなるほど効いてくるゲイリーのワームに、シルクワームってね、小型のパドルテールみたいなワームがあるんですよ。結構ね冬の時期とか、まあ秋の微妙なあたり出せない時にそのシルクワームに変えるとポコポコって釣れるなんていうイメージがあって、まあなんていうかな、ちょっとそれに似たような展開で探れるんじゃないかなと思って、まあグラブはねお尻がピロピロするような誘いで、カットテールはスーッと動くような誘い、それぞれね多分狙ってる魚が若干、まあ餌にしてる魚が違うような気がするんですけども、そんな時にこのジャストちぎるサイズな、こんなのをふわーさふわーなんてやったら釣れるんじゃないんですかと思って、まあ、そこら辺の釣りで使ってみたいなと思って、買ってきております。ってまあね、比べるって言ってなんかちょっと話が長くなってきましたが、じゃあねこっち、はい、レインのこれはね寝魚フラットね、ブルフラット2インチ買えなかった時、あ寝魚フラット買っとくかなんていう感じでね、デプスと、ダブルネームで出てますからね、まあ間違いないだろうって買った方も多いんじゃないかなと思うんですけども、自分もねそれで何パックか買ったんですけども、これねもうこれ海のね餌の色じゃないよね、これもうまあ結構もうね、ここにはね便宜上カサゴアイナメソイキジハタって書いてあるんだけど、この暴走ミミサギはこれバス狙いのカラーじゃねえのかなと思うんですけどね、このカラー欲しかったなんて思ってね、まあまあ出しどころは今さっき説明したようなそういったとこで投げようかななんて思ってるんですけども、じゃあ早速2つを比べていってみますかね。まあ見事に一緒ですね。ちょっとしたシルエットのこの太さとかね、どうでしょう、ちょっと違うのかなと思いたいんですけども、この兄弟、イボ兄弟でしょうか、なんと言ったらいいか、まあでもこれこれは一緒ですね。いやまあね、ユーザー的にはありがたいですよね。なかなかブルフラットって年何回の生産とか多分決まってるんでしょうから、そういった、ブルフラットあ買えなかったなんていう時にね、この寝魚フラット結構海コーナーにね、残っていてくれたりすることが見受けられたんで、まあそんな時にまあこちらね、買ってみたり、やっぱり寝魚フラットじゃなくてブルフラットで釣れたって言いたいっていう人はね、こっちの黄色いパッケージ、まああとね買えればこれ10本入ってますんでね、まあそういった感じで、あとは色がねこっちの方はブラックバスっていうよりも海用なんで、結構派手な、アピール系のカラーが、全体のラインナップで多いのかなというところで、まあこっちはねいわゆるもう釣れ線のデプスの釣れ線のカラーが各色ですねあるんで、まあそこら辺でこうカラーが被らないように出てるのかななんていうふうに思いますけど、こっちはね、ツートンカラーなんていうふうに書いてありますけどね、あとは、寝魚大好きって書いてありますね。
これね、魚使ったことないんですけども、これよりちょっと大きいね、3インチなんかはね、海のおかっぱりで投げたら結構でっかいカサゴがね、ワームの釣りで釣れたなんていう思い出があるんで、まあ、間違いないんじゃないかなっていうね。まあでもね、根魚狙うにあたってね、これ多分もう釣れ線のサイズでいろんな小さいカサゴとかも釣れちゃうと思うんですけども、カサゴ釣りの一番の注意点としてはね、根魚ってそこの釣り切ると根が枯れちゃう、ほんとみんないなくなっちゃいますんで、あんまりねちっちゃいやつはリリースしてあげて、まあ20センチとかね、まあ以上とかね、なんか自分の中で決めて、ある程度小さいやつは将来を期待してですね、逃がしてあげると、その釣り場が末永く楽しめるよっていうね、要素がありますんで。昔伊豆の大島に住んでいたことがあって、暇なんでこう一年中、年から年中カサゴ釣りなんか根魚釣りやってるんですね。まあ1年ぐらいもう冬から夏からまあずっとね、ワームだ餌だでね釣り続けて、美味しくお刺身とか味噌汁にしたりして食べてたんですけども、気がついたらなんかカサゴ釣れなくなっちゃいましたね。はあ、これ、ま、あれと思ってね。それで今ようやく十数年経って戻ったら、ようやくねまた結構テンポよく釣れるぐらいね、数は戻ってきたんですけども、まあ回遊魚とかと違いますからね、そこの一帯にいるやつ釣り切ったら終わりなんで、まあこの釣れ線の根魚フラットを使って根魚狙うにあたっての注意点としては、まあある程度ちっちゃいのは逃がしてあげてね、メモリアルなサイズ、あ、これは食い応えがあるなんて、そういったサイズはね、自分の食べる分だけ、まああとちょっと、隣近所のお土産ちょっととかね、それぐらいで勘弁してやってあげると、末永くね、根魚、釣りもすごい面白いですからね、できるんじゃないかななんて思います。まあ、かたやね、こっちブルフラットね、これはまあ、なんだろうな、これも本当ブラックバス根絶やしにするぐらい釣れちゃうんじゃないかなっていうサイズ感ですからね。まあどんな針がいいのかとかね、そこら辺も含めてどんどんね、いろんなパターンで使ってみて試していきたいななんていうふうに考えております。というわけでね、たまたまこういう感じで2袋変えたんで、どこが違うのかっていうのをね、見てみようかなと思ったんですけども、まあ形は全く一緒、違いは、価格が、こっちは690円、こっちは860円ほど、ただこちらは、10匹入っているよ、こちらは8匹入っているよね、そういった違いがまずは、あとは、ね、カラーの違いがあるとかですね、そこら辺しか見分けることができませんでした。まあね、いいルアーがいっぱい世の中にあるっていうのはいいことだと思うんで、両方ね使い込んでいきたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV は、こちらブルフラットの認知と、こちら、レインのデプスとのコラボですね、根魚フラット、これの違いを探ってみた、結局探りきれませんでしたが、という動画でした。はい、釣り講 TV でした。